はい、あのね、もう今モントリオールにカナダにいますけど、もう早くもカルチャーショックとまではいかないけど、なんだろう、もう不安というかいろいろありますわ。やっぱりそのこう来る前はね、やっぱりあの多少英語もできるし自信はあるとか思ってたけど、まあ、実際役に英語役に立たないってことはないけど、なんかもう generally 好きだけど、楽しいし来てよかったなと思うし楽しんでるけど、なんかもうみんなフランス語喋っててわけわかんないし、英語で喋ってだってなんかベラベラって早く喋るからわかんないし、なんかもうやっぱでもまあ来てよかったと思うし、まあ留学したいっていう気持ちは変わらないけど、やっぱり実際こう住むとなるといろんな問題というかことが出てくると思います。やっぱもうなんか、まあ、海外そんなに行ったことないけど、前ハワイ行った時とかは多少も英語も通じたし分かったし、なんか楽しかったし、もう全てなんかもう多少の文化の違いとかあったし、カルチャーショック的なちょっとあったけど、generally 別に、お、なんか余裕じゃんみたいな思ってたけど、やっぱ海外行かなきゃダメだなとか思ってたけど、やっぱり実際こう completely 英語だけなところに来ちゃって、しかも英語だけじゃなくてフランス語までなんかブワってなってるところに来るとやっぱね不安だね。俺は全然フランス語わかんないし喋れないし、英語も別に完璧にペラペラでネイティブみたいなわけじゃないから、ちょっと待ってください。はいはい、やっと友達が来たんですけど、ねやっぱりね一人でいる、まあ、実際ここは友達が住んでたから、いろいろなんか一緒に出かけてくれたりして助けてくれてるけど、実際俺は、ね、困るから一人でいるとあれだよ、どうせわからないからいいけど、ちょっと今喋ってるけどわからないでしょ。だからはい、ね、実際来るとなるとやっぱり一人だったらかなり大変だなってこう思うことがあります。実際今その友達も一緒にいてくれて助けてくれたり、なんか電車乗ったりとかして買い物行ったりとか、なんかいろいろフランス語もわかるし助かるけど、実際ここに来てみると俺は多分まあ基本的に一人で生きていく人間なので、多分いろいろ不自由な点も出てくると思いますけど、まあそうなんで、そこがプロブレムなんだ。だからまあとにかくまあ来たいという気持ちは変わってません。ということで、なんかもうとりあえずなんか恥ずかしいんで人の前で喋ってんのも、バイバイ。まあ、さっきの続きとしてもう、まあ、1日経って夜になってもう今日1日過ごして、まあ気持ちはちょっと変わったところもあるけど、まああの時感じてたことをちょっとまた続きとして話すこととして、まあなんだかんだ言ってそのこっちモントリオール来てフランス語で喋る人がいっぱいいて、ちょっとこっち来るときに来年留学して来るときに不安だとか思うけど、でもこういうことを直接来て知ったってことはすごい良かったと思うし、いい経験になったと思うんで、そこは本当に良かったと思ってる。後悔をしてない、もちろんもうお金も たくさんかかったことだし後悔してるようなことはしたくないけど、でもそうだよ、だからそう、もちろん東京にいればそれこそ今まで生まれてからずっと日本に住んでたわけだから、ましてこの慣れた東京に住んでれば何かと便利だし、何でも手に入るし便利だし、ちょっと電車乗ればいろんな場所行けるし便利だし、日本語の問題もないし、別に同じ周りが同じ日本人としてそういう何人種的なものとか文化的なものでその問題を不自由があったりとかっていうことも少ないし、まあ、ほぼないし、それの方がやっぱり
コンフォタブルだと思うけど、でもずっとそんでいいのかっていうか、それもつまらないと思うから。だから実際こういう海外に来て、まあ、今回はこのモントリオールって場所でクベックシティ、クベック州のそのね、あのそれこそフランス語と英語が混ざってる場所で、文化で言ったらもっとフランスとかどこだかイギリスだか分かんないけど、もっとそれ以上の文化が混ざってて、いろんな人がいるから面白いんだけど、そういうことを考えてみるとやっぱり来てよかった、まあそれは言ったけど来てよかったのは当たり前だけど、やっぱこういうことを経験してカルチャーショックみたいなものも経験して、ちょっと来年不安だなって、実際今も不安があったり困るなってことはあるけど、やっぱりそういう多少のディフィカルティーズもあった方が楽しいなと思うし、だからいいと思う。逆に別にこう来てちょっとカルチャーショックみたいなのがあって不安だったりするからって言って、東京に今まで住んでた場所に、育った場所、住んでた場所に住んでるの方が絶対的にやっぱり簡単だし、何の不自由もしないだろうし、そういう意味では生きやすい生き方だと思うけど、やっぱね、やっぱ海外いいよ、いいと思います。だからはい、でまたもう一つ思ったのがさ、やっぱり実際俺ってたまに楽観的になる時も多いけど、なんていうの、悲観的になることも多いわけで、例えば今回ここのモントリオールに来たのは自分の中で思うのは、別にこの友達に会うために来たわけではなくて、でも半々とまではいかないけど、ちょっとはその友達会いたいっていう気持ちもあったし、たまたまその人も休みだったんで、今何日かこう会えてるけど、いろんな場所行ったりして、まあそうは言うけど、まあもしその人と俺が会えなかったとしても一人でなんとかやってこうっていう気持ちは来る時、来る前にはあったんだけれど、実際こう今来てみて何日か生活してみて、もしその人がいなかったらかなりちょっと大変なことになってたかもしれないなって思うし、そういう生活の面でもそうだし、あと多分つまんなかったと思う。何すればいいかわからないし、どこ行けばいいかわかんないし、わからないってのもそうだけど、単純になんかブラブラしちゃってたかもしれないから、もっとミーニングフルな旅行になんなかったと思うから、有意義な。だからやっていけるやっていけないのは別問題としても、として、そのなんかつまんないものになってたかもしれない、その人が。とそういう意味も含めて、今俺が感じてるのはすごい俺って人に頼ってるなっていう。まあこういう海外に来て、まして英語も別に拙なくて、フランス語なんてましては全くわからないから、普通に単純にコミュニケーションを他の人と取るだけでも難しかったりするわけ。まあ英語はまあ多少できるから難しいとまでいかないにしても、その多少不安があったり、実際コミュニケーションうまく取れなかったりするシーンはあるわけで、だからそういう意味でこの人がいてくれなかったら、かなりこの旅は大変だったなって思うわけ。実際昨日だって迷子になっちゃったし、地図は持ってたんだけども読み方は分かんなくて、どこにいるんだよって思ったし、そう、すごい俺ってやっぱり日本での生活もそうだけど、親だったり、まあ、家族だったりに頼ってんだなと思ったから、だからそれがこっちに来てすごい分かった。その人がいなくてもやっていくつもりでいたし、やっていかなきゃならなかったけど、実際その人に会ってみて、こうやって何日か一緒にいてみて、その人がいなかったらすごいつまらなかったこともあるし、実際多分本当にいろんなもっと大変な思いをしてたと思う。バスに乗るのだって、電車に乗るのだって、なんかどこに行くのか分かんないし、どれに乗れば自分が行きたい場所に来るのかも分かんないし、どこに行きたいかのも分からないし、そういう意味ではなんか自分って全然ダメだなと思うし、プラン立てらんないし、だからね、その人のおかげっていう、そういう意味で、だからそういうことで言うと、来年ここに来たところでいきなり
来た日からいきなり友達が何人もいるわけじゃないし、ろくに話せる人もそんなにいるわけじゃないと思うから、やっぱりね、やっぱいい経験になるとして、海外に行ってそのいろんな大変な思いとかするのはいい経験になるとするのは本当だと思う、実際そうだと思うんだけど、いきなりやっぱり全く知らない年に一人で行って誰も知ってる人がいないっていうのも正直きついところはきついところがあると思う。だからましてその国の言葉をろくに完璧に喋れなかったりするとね、さらに喋れればまだしも、あと性格が明るかったりすると、あのなんだ、気楽に喋れたりとか、その現地の人と打ち解けていけたりするんだと思うんだけど、俺もなんていうの、感情の起伏が激しいってわけじゃないけど、すごい楽観的に、いや行けばなんとかなるべぐらいに思って行く時もあるし、なんか、ああ例えばこのホテルの部屋で一人でいてどうしようとか思ったりする時もあるし、寂しいなと思ったり、本当その人がいなかったらどうしちゃったんだろうとか思ったりする時もあるから、だから本当にそれが今というか、さっき、まあ今もそうだけど、さっき感じてた思いかな、 pretty much。 だからね、まあでもなんだかんだ言って来てよかったし、好きです、こっちに来てて、この生活が I like it in here, I like it here。 だからまあいいかな、いいかなっていう、別にそこまで低いレベルじゃないけど、いいと思います。まあ I will make it, I'll make it next year anyway。 だからね、どんな難しいことがあるか分かんないけど、まあその前に大学に入れるかどうかが問題だけどね、そこがまだ最初の問題だよね。まあ多分分かんない、まあモントリオールに来るかな。でもやっぱこういう経験を通して、この友達がいたっていうのを経験を通して思ったのが、やっぱその打ち解けられるというか、本当に信用できるというか、いい友達をその現地にまして外国に留学するんだったら持ってるのはかなりベラーですと思います。男だろうか女だろうか、自分が相手が、うん。だからでもう一つ思ったのが、やっぱりそっちの方に彼女でもいたらいいなと思って、その言葉を覚えられるっていうのもそうだけど、やっぱり普通の友達っていう以上に恋人っていうか、その友達以上の関係の方がやっぱいろんなこと話したりとかするかもしれないしね、そういうことで、だからそれ本当に思ったよ。まして俺はこっちにいつか住みたいと思ってるから、そういう意味では結婚する相手とかさいたらいいねって思います。はい、まあ今回のそのいろいろやってくれてる友達も友達としてずっといられたらなって思いますけど、まあとにかくね、それが That's what I felt during these days。 だからまあ人と人との関わりは大事ですよ。俺はあんまり人といろいろ関われる人間じゃないから、って関わるのが好きだったり関わるのが得意だったりする人間じゃないから、まあ別にこれは日本にいても今の学校にいてもそうな話なんだけど、そんなに大勢の人でわーってやってるように、どっちかっていうと一人でいる方が好むっていうか、そっちの方が得意じゃないけど、あんまり人とわーってやるのはどちらかというと苦手な方なので、それは別にこっちに来ても変わることじゃないと思うんで、基本的なその性格とかの問題だから。だから多分ね、まして、だからそうなんだよ。もしこっちに来てもそんなに積極的に友達作ろうとか、友達とこう関わり合ったりしていかなかったら、こっち来て一人だったら本当に、literally、本当に completely 一人だから。うん。だから、友達って大事だなと思いました。人と人との関わりが。はい。でも、やっぱいいよ。時間、それこそ来年こっち側に留学してきて、その後住むとしたら、わかんない、一回日本に帰るかもしれないし、そのまま、わかんない、なんか誰かいれば一緒に住むかもしれないし、結婚するか知らないか、そんなことわかんないけど、まだ先のことだから。でも、うん、住みます、多分ここに。モントリオールかどうかわかんないけど、住みます、なんか、ジェネラルこっちに。
なんかいいです、そういう感じの生活の方が好きです、俺に合ってますね。じゃあそういうことで、とりあえずこれがさっき感じてたっていうか、まあ、今も通して感じてたことですということで、日本語で喋ったけど、もしかしたらまた英語で同じことを喋るかもしれない、もうちょっと短めにできたら、まあ、短くならないと思うけど、どうせ。はい、というわけで風呂シャワー上がりでした。今日はもう今12時、ああもう1時14分になっちゃってるけど、今日もいろんな場所行って楽しかったです、ありがとうございました。はい、その人、じゃあ寝ようかな。もうでもちょっと英語でまた喋りたいと思います。英語がこのぐちゃぐちゃにならないうちに、でたまにはこうやって日本語で喋った方が自分も日本語覚えてられるからいいと思うんだけど、たとえ皆さんが日本語で喋ってるの分からなかったとしても、多分何人か分かるのは知ってるんですけど、じゃあおやすみなさい。まだおやすみじゃないけど。Thanks for watching. Bye. From Kohei. Yeah.